はい、えー、今回ですね、令和新選組の山本太郎さんがね、まあこういう演説をよくするのを私も耳にしております。親ガチャなんて言葉を使う前に、今この国に生まれたら、国ガチャズれなんですよ。ね。あの、日本に生まれた時点でもうね、終わりなんだってことを言われてますけども、山本太郎さんは間違った認識を世の中に広めたいんですかねそれとも、日本以外の国のことを知らないんでしょうか 一体山本太郎さんはどの国がハズレじゃない国だって言ってるのかちょっとこれを質問してみたいですよねこの記事を読んでみましょうかこれ見てくださいこういう状況って私たちは経験してないですよねここでダランと手をぶら下げて泥だらけになっている女の子を必死で救おうとしている町の人 でもその救おうとしてる街の人ですら逃げまとっていて後ろに見える建物はもう住めるような状況ではありません爆撃にさらされたんですかね私たちはこういう目にあったのは多分77年前78年前ぐらい以来そうはなってないんじゃないですかね多分この動画をご覧になっている方は誰一人この経験してないと思いますよえこういうふうにたくさんの方が亡くなってます これが現状ですよ。ねえ見たことないでしょこんなの血だらけで倒れてる、ね、女性が2人いますよその他にも奥の方に人じゃないかなと思える人ががれきとともに静かに静かになってますね夜中にミサイルが飛んでますけどもこの夏夜空にミサイル飛んでますか多分花火くらいはあるでしょうけどね はい、これは近くの国ですけども警察当局が寄ってたかって一人の人をこん棒で殴ってしかもそれを撮影してるその写真をこのうずくまってる人の友達やお身内が見たらどんな気持ちがするでしょうね。この国に生まれてよかった日本よりはいいぞみたいに思いますかねデモをするとこうやって鎮圧されて国家権力が こういう脅しをかけてくるねこんなこともあります怖いですね地震ね災害はどの国も起きますけども、うん、これは国頭っていうのとはちょっと違うかもしれませんけどね、うん、これこの冷たい水を越えて国を逃れようとしている人たちですよこれ自分の国からここまでして逃れたいまさにこの人たちから言えばね なんでこんな国に生まれちゃったんだろうみたいなとこですよ。日本人でどうですかここまでしてこの国から出たいと思う人いますかね生活保護もないでしょうね、この国には。はい、これはアメリカじゃないですかね。警察官が膝でね、その権力をもとに一般市民を首根っこを膝で押さえて、このまま窒息死してるわけですよ、これ。気の毒にね、ちっちゃい子ですよ。 うちの子と同じかそれ以下の年齢じゃないかなと思いますけども既に食べるものがなくて着せてあげたい服も着せられない当然あったかい布団で眠ることはないでしょう栄養が行き届かないから髪の毛も生えてこないというところじゃないですかね目がギョロッとしてるのは育つべき肉体が育ってないから相対的に目が大きく見えるんですよね日本よりマシですかねこれこうやってね 学校に通うべき年齢、小学生中学生になっても水道をひねって水が出ないそもそも水道自体がないんで飲み水を遠くの井戸まで汲みに行ってるんですよ井戸に水を汲みに行くから勉強する時間ありません俺国ガチャですかね日本では学校をサボるのがかっこいいね不登校なんとか革命児みたいなのいますけども どうかここに行って不登校革命児やってください。珍しくも何ともないです。学校に行かないのは。はい。で、これもね、銃社会。家でゲームをしていたら、流れ弾が当たって死亡という少年。聞いたことありますこんな事件。ね。で、ある日突然、自衛隊が家の中に入ってきて、バンバンバ,バンと発砲してね。日本国民死にました。そんな事件ってありますかね 自衛隊がいきなりですよ。何の約束もなく、警告もなく、こういうことになるわけですよ。最後にこれ読ませてもらいましょう。日本は温暖な気候で犯罪も少なく、世界的に見ればまだお金がある方で、今のところ戦争や内戦もありません。だというのに、この国は外れ、と山本太郎さんが発言するのは、今本当に困っている方々に対する侮辱だと思います。まあそれだけじゃなくても、 日本が、その、外れの国っていう間違った印象を与えてますよね。じゃあ、山太郎さんは、外れじゃない国をいくつかお示しいただいて、こういう国に生まれたらよかったですね、っていうふうにお話しすればいいんじゃないかなと思いますね。山太郎さんは、自分の権力を欲するがあまり、あまりにも見えてないところが多いんじゃないかなと思いますね。まあ、山太郎さんのような人を政治家にさせてはいけないと。 思いとどまったのが、こういった発言の節々に、勝手な思い込みが、山太郎さんにはあるかな、と思うんですよね。まあ、人に訴えかける力があるから、たちが悪いんですよ。あ、本当にそうなんだ、と。この国に生まれたから自分は恵まれてないんだ、というふうに思い込まされちゃいますよね。そういう部分もあるかもしれませんが、基本的には、駅前やショッピングセンターの駐車場で演説ができるということは、 幸せな国だっていうふうに思えないでしょうかね。